はい、はい、完成です。あのこのねぶた祭り、もともとの発祥20年前ぐらいにヤクザであったという、うん、確かあの国鉄の方と当時もやっぱり教育大学のヤクザ部の皆さんでねぶたを運行していた、まあ、それが途絶えてから2021年から復活した。でそれはあの赤い力とそれから商店街の皆さんの力を合わせてというか、あの夏の本当風物詩にもなっております。今年はそのヤクザらしさっていうものとしていければいいなと思います。具体的にその宮見沢の歴史だったり、はい、昔話みたいなものをテーマとして、もっと市民の皆さんに親しみやすさを感じてもらえるような歌をこれから作っていきたいなと考えています。やはりあの間近ですごい町の衰退をちょっと感じているのはこれあって、小さい頃はそういった祭りを参加するのが当たり前だとずっと思ってたんですよね。なんですけどやっぱり年を取ることに今度は自分がやらなきゃならない、どうやったらもっと町を元気にできるのかとかいうふうに僕は思ってますので、これからも会社が続く限り応援して町を盛り上げていきたいと思います。やっぱりこうやって直接会って目を見ながらね話を聞くと、言葉以上にみんなの思いっていうのが伝わってきますし、このお祭りがこれからもみんなに愛されてすごい素敵な時間を主催者も来場された方々も過ごしていただければ、まあ、それが結果として町の活性化だとか北海道の元気につながっていくっていうことがやっぱりこのお祭りっていう魅力だと思いますし、主体的に取り組む人たちがいや楽しそうだしこれやりたいよねっていう思いがあって、みんながそれぞれできる立場で熱い思いを持ちながら協力するっていうことが仕組みとして作れるかどうかっていうのがすごく大切なポイントなんだなっていうのを改めて皆さんと。また新しいみんなで楽しい笑顔がですねいっぱい生まれる、そういうお祭りにぜひしていただきたいなと思いますし、我々マシンコープも、ね、はい、そうですし、はい、みんなで盛り上げていけばなというふうに思います。本当に今日は貴重な時間ありがとうございました。ありがとうございました。